ちょっ、こんにちは、はい、ゆたかさん。ちょっともうちょっと待ってくれ。YouTube って、はい、ね、登録者、ね、していただいてる人たちのものだと俺は思ってるし、はい、決して俺がもうやりたい放題っていうことは気持ちは1ミリもないわけよ、はい、やっぱみんなにいいものを届けたいっていう。もちろんまんべんなくね、まんべんなく、そうそうそう、平等にという、平等にです。でも今日これだけは勘弁してほしい。今川の動画1本作りたいという。お、日本ハム今川スペシャルデーですね。スペシャルデー俺は作りたい。なぜなら、なぜなら今日1軍で2番スタメン、うん、そうですね、うん、やっとファームから上がってきたというね。長かったー。ちょっと申し訳ないけど、うん、あの見てください。なんで、申し訳なくないですよ。今川スターでもなんでもない、俺の中ではスターだけど。いやー、やっとですね。なあ、はい、あのファームで結果を出したからこそなんですが、はい、まあ、新庄監督がご自身のインスタグラムでももう発表しております。はい、2軍でもがき苦しんで1軍に帰ってきてくれた野村君。ちょっと待ってくれ、意義あり、はい、もがき苦しんではない。あ、それは違う。楽しくやってたよ、あの子は。笑顔で明るく。そうか。いや、だからそれを見せないのも俺の、うん、俺が魅力を感じる一つなんだ、今川選手にですね。どんな環境でも明るく声を出してという。だからもがき苦しんではない。ない、そこ一つだけ付け加えると、 その野村君、今川君を2番今川、5番野村スタートで暴れてもらいますということで。いや、新庄監督やってくれるな。やっぱしっかり見ててくれるわ。ファーム見てたんですね。あ、俺も見てたよ。はい、見てましたか。今川スタメンじゃないんだよ、ファームでも、うん、終わってんじゃんみたいな。いや思ってた、思ってた、はい、ね、で9回、ね、試合が終わりそうな時に代打今川、そう、なんだよとか思ったら、そこです、目が覚めたね。覚めました。完璧なホームラン、はい、いや、やっぱこの子は魅力あるなと思って、うん、押したらお前逆転満塁サヨナラホームランとか。そうです、もうホームラン連発してんだよ。いや、本当にね、良くなってるから。何かを掴んだんですかね、2軍で。もう振り回したら当たったっていうような衝突事故だよ。いたーみたいな。いや、でもね、タイミングの取り方とかこうゆったり取れるようになってるんだ。これまで、あ、良くなってるぞみたいな。これまではどうだったんですか、その間の取り方っていうのは。間の取り方は直線的でバーンって行ってたんだよ。行ったね。いや、だからさ、呼び込め呼び込めっつってたの。はい、お前、北海道の仕事があって、うん、ラジオとかテレビとか使ってもらってるんだけども、はい、その時に公共の電波使ってもう今川に伝わるように伝わるように話してきてたっていうの。全部の電波を自分のものにしてでも今川選手に伝えてたんですね。もう大好きなんだよ、あの子の性格っていうか、明るさっていうかさ、はい、あの爽やかさとか、うん、顔全然爽やかじゃないんだよ。いやいや、笑顔はでも人幸せにしますよね。いや、だからもうこういう呼び込みをしろと。君は長嶋茂雄さんなんだと。長嶋茂雄さんのビデオを見ろと、うん、変わってね、呼び込む動作があるからって、うん、君にはそれがない、直線的に出ていくから衝突しかないんだと、うん、でもね、ちょっと呼び込む動作が出てきてる。あ、じゃあこれは俺が言ったからどうのこうのじゃなくて、はい、でも親が聞いてて今川にすぐ電話したらしい。本当ですか。ゆたかさんがこう言ってるって。そうしろと。俺新庄監督にも言われたからな、キャンプの時に。なんて、ゆたかさん、今川どこで使えますって。逆に相談された。今使えます言うて。今無理やな言って。そりゃそうよ。だってその時万波いる、松郷いる、磯畑いる、スティーブンソンいる、レイエスもいる、レイエスもいる、まあレイエスはファーストだけどさ、はい、なんかそうそうたるメンバー、今川どこで使いますよ、うん、使えんなとか言う、もう苦し紛れに言ってきたけどさ、やっとチャンスだよ。もう回ってきましたね。来たね。もうほんとこれ、あの野村選手と一緒に2人上がってきて、あ、そう、うん、野村も頑張ってたわ。そう、一回落とされたんですよね。でもね、ギラギラ感がないんだよ。それは今川選手と比べて。いや、まあ、いつも一軍でいる時もファームでいる時も一緒、ペースが、あの本当クールですよね。ああ、うん、よっしゃみたいなのない。それは今川選手は、今川出てきたら振ります。バンバン振りますよ。バットどれだけ長いんやっていうぐらい、ま、前さばき大きいからね。2人ともまあタイプは、ね、違いますけど、まあ、違うけどな、まあ、野村選手も1回やっぱり状態が悪いということで1回落とされて下に、で下で結果を残してきました。必ず今がやるよ。あ、今川選手、野村選手、あ、野村か。どうしても今川の方が引っ張られるんで、顔がね、やっぱり
ぱ強いんで。そうだな。あの野村はね、1試合2本ホームラン打ったりだとか、はい、やっぱの持ってる能力っていうのは高いよ。だからまあファームで腐ることなく一生懸命やってたけどね、うん、暑さは感じないけど。そうですね、クールだから、まあ、クールだから、淡々としてたけどね。そうそうそう、まあ、だけどやることは結果を残して、うんね、やることはやってた、はい、そりゃそうだよな、そのぐらいの力があるもん。そうですよね。でも今は別なんだ、振る力はね、一番あるんじゃないかっていうぐらい、まあ、バットも振ってるだろうし、はい、もう結婚してんだよね。そうですよね、嫁さん幸せにせえよみたいな。本当そうですよね、家庭を。いや本当に稼いできて、お前バカみたいにニコニコ言うから、一度この店に来たかったんだよね一緒にみたいな、インスタ上げてる場合じゃないっつうの。じゃない、家族をね養わないと。そうだよ、そうお前飯食うもの、ね、全部家族に渡せみたいな。もうそれで頑張ってほしいですよね。いや本当に、まあ今日はやるよ、今がそこ上がってきて絶対やってくれると思うよ。で今日はソフトバンクとの首位攻防なんですよ。で相手は今季先発、初先発になります和田投手で、ここに2番今川、5番野村ということを公言しているんですけど、これはまず今川選手、和田はね、うん、今川を知ってたら高めに投げられるとダメなんだよ、うん、低めに来たら今川間違いなく捉える。じゃあカシャーン行くよ。で低め来たらもう分かるもん、なんか万歳してないから歯向き出して帰ってくるもん姿が。うわー言うてお前怒られるって、そんなに。そう、まあ、相手ベテランだから敬意を持って回ってこいみたいな、あの報復とかなんかそんなことにならないようにしたいですけれどもね。でこれあの、まあ、2番に今川選手、5番に野村選手っていうふうに新庄監督はこの2人をこの打順で置いたっていうのは、いや右バッターだからね、もうそこもある。ああそういうことか。そこもある、はい、でいきなりバッティリっていうのね、はい、もうある。まあやっぱり新庄監督って粋な使い方するな。するし、ほんと素敵だな、うん、なかなかね、その SNS でもうスタメンで君たち使いますよっていうふうに書く監督なんていないじゃないですか。でもこれを選手がやっぱり見た時にその気持ちに応えようとか、使い方が違うよね、はい、SNS のうん違う。いやだからやっぱ監督ね、うん、まだ俺のことを覚えててくれたとかさ、見ててくれたっていうことだもんね、うん、だからインスタのその SNS はさ、うまく使えば本当にいいツールだと思うけども、うん、やっぱちょっと間違えるとな、うん、これ何、逆の効果もありますからね。なだからやっぱ新庄監督ってのはやっぱ頭いいんだろうな、そこら辺のな、うん、やっぱ選手の心をくすぐるというかさ。そうですね。で昨日だってめちゃくちゃいい勝ち方したんだよ、逆転ね。もうねひっちゃかめっちゃかしたんだから、はい、でどっちが王者の野球みたいな、そんな野球をして、うん、でいきなり今は野村を使うっていう、すごい昨日のスタメンから外してね、はい、いやだからまあこれはやっぱこう粋な、うん、やっぱずっとな今まで育ててきたからな。もうそうです、あの新庄監督チルドレンですからね。なあだから本当に、いやもうなんか今日は本当に今がやると思うよ。やってくれますか。野村クールだからちょっと分かんないけどでも今が熱くなってやると思うよ。さっきもおっしゃってたように、そのやっぱり低め狙いどころは和田投手から打つには低めを狙って今川選手は今、いや和田がやっぱ低めの制球がいいんだよ、はい、でもそこは今川にとってツボなんだよ、うん、でもそこから下も振っちゃうんだよあいつ。あだから俺、まあ、バットを追っかけて地面叩きつけてバット折らないかなと思っていつも心配するぐらい低め振るからさ、はい、いやだからその低めを我慢して低めを捉える、うん、これができたら今川を打つよ。ここですね、ポイントは。頼む、もうこれから一軍にいてくれじゃないと北海道に行く楽しみが半減しちゃうんだよ。そうですよね、スコーン行く楽しみいるといないじゃん。いやもう俺がグラウンドの出て行ってまず、まあ、選手どういう練習してるか見るじゃん、はい、なんか走ってくるやつがいるぞって思ったら、うん、今川がこう歯むき出してこう走ってくれるダガサーン言って、はいはいはい、あれが可愛くてしょうがないんだよね。今シーズンまだですもんね。今シーズンはキャンプの時だからそうか、走塁練習してどっちに走ってくるんだみたいな、うん、俺のとこ走ってきたから、違う、いやいやお前セカンドハム買って走らんかみたいな。可愛いですね。可愛いんだよ本当に。それをねぜひシーズンで一軍でねエスコンで見たね寄ってきてくれる姿がたくさんっていうのを本当に、ね、見たいです。でも本当に新庄監督はこのソフトバンクとの首位攻防、これあの首位にもちろん行けるチャンスがあるわけじゃないですか。そりゃそうだよ。その中の重要な試合っていう時に初戦だからな、
そうですよね。で初戦頭ずっと取ってきてるんだよ。そうなんです、日本ハム。なあ、はい、だから今が遊びじゃないぞ本当にそうですよね、遊びじゃない、遊びじゃないぞお前、本当に一軍はあの本当にそういう ところの場なんですね。いやそうだよ、まあ遊びでとは考えてないと思うけど、はい、でもね、窮地に至った時に今川の声出しだとか、そうそう、ね、あの笑顔がね、はい、あの鼓舞する姿、うん、ね、これからずっと長く見てたいから、うん、本当に結果出せ。そうですね。で野村を熱くしろ。そうですね、ね、クールな野村選手をそこを熱くしてっていう。そうそうそう。で日本ハムは北山投手、これ2試合連続あの失点ゼロというところで来てます。北山もいいからね、はい、なので北山投手をねぜひ援護してほしいですね。そうだな、うん、今は DH かな、どうなんでしょうか、そこがまだね、もう守備使いしたら危ないかもファームであんまりやってないから守備怖い怖い、ポロリとかしないでくださいねああそこはね心配ですけども、うそ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 う、うん、でも足引っ張んなよお前頼むぞ本当にそうですよね、なんだか命取りになるからね。そうですよね、逆にね足引っ張っちゃって なりますけど、そうそうそう、でもようやく自身の努力で掴み取ったこのチャンスなので、そうだね、ぜひ一軍に残ってほしいですし、2人とも本当にあのファームで頑張ってたよ、うん、チャンスがないのにさ、はい、腐ることなく、うん、やっぱあの打席に向かって一振りするっていう姿を見るとさ、やっぱどうしても応援したくなるんだよね。まあ昨日 の、はい、あのピックアップ選手の中にね、かっこいいまだって入れといたけど現実になる、こんなにすぐ現実になるとは思わなかったよ。かっこが外れましたよ。いやだから知らなかったんだよ、うん、今があるってまだ言ってなかったです。夜だったから、はい、いやだから今がもう上げてほしいな、今がもう本当に 今上げないと、うん、上げる時がないぐらい調子がいいんだと、はい、で新庄監督にお願いしますよって言ってたのが、うん、動画でね、まあ、その前にももう決まってたんだと思うけど、はい、でも現実になって今日からまたプロ野球見るのが楽しみだよ。いやもう今日の一番の多分豊さんのピックアップ、俺歴代一番ファンになってるんじゃないか今川を推しとしてや、推しとしてですよね、多分ね、坂本選手よりも推してると思います。坂本隼人はもう出来上がった選手だから。そっか、うん、あその違いですよね。だからそのあそこまで行けるスーパースター、うん、それは憧れるよね男としても、うん、憧れではないんですもんね今川選手は。憧れなんか憧れるかいなでも選手としては、うん、あの気質とか、うん、性格とか、うん、大好きな選手なんだよ。わかりますわかります。それとこう飛んできてくれる爽やかさ、はい、明るさ、うん、挨拶の仕方とかも含めてだけども、人懐っこいですもんね。人懐っこいし、うん、あの兄弟の全部似てるとか、お父さんお前らおかしくね、おかしいぐらい似てるだろうみたいな多分バッターボックス変わってても分かんないぐらいなんかね、ほっとけないんだよ。はい、はい、俺息子以上になんかほっとけない感じがするんだ。息子さんもね先日点を取ったんで。そうですよ。まあね。その息子さん以上にほっとけない。ほっとけないよこの子は。うわ、じゃあなおさらこのね。多分引退したらもうここの事務所に入れるよもう。ここに入るぐらい。ここそんな。もうやらすもん YouTube。YouTube をね、うん、あの笑顔でね。笑顔で。そのぐらい期待込めてますし。いや本当に。まあでもね今日はやっぱりねあのソフトバンクは連敗を止めてやっぱりクリーンアップギータも調子上げてますし。まあ、そうなんだよ。非常に打線がいい、そしてピッチャーもいいソフトバンクなので。いやでもね日本ハムはね野球は決して負けてない。うん、そうですね、うん。やっぱ向こうが重量だったら、うん、こっちは、うん、なんて形容したらいいかな。もうみんなが動けるからね。うん、そうです、ね、今みんな状態上がってますからね。そうそう、でみんな足が使える、はい、これは楽しみな一戦になるよ。そうです、はい、その中で今がそうですよ2番ですか、ね、頼むぞな、うん、期待してます。はい、